私は今新幹線の東改札にいるんですね、はい、この東改札のすぐお隣にあるのがエスカレーター、はい、そしてこのエスカレーターの先につながっているのが、うん、今日オープンしました、うん、駅南キッチンというエリアなんです、はい、今日の11時にオープンしたということで、その時間帯から多くのお客さんでにぎわっているということなんですよね、うん、まあ、この駅南キッチンというのはですね、和洋中エスニック、本当バリエーション豊かな食を味わえるエリアになっているということなんです。また県内初出店の、ね、お店もあるということで、ワクワクしている方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか、なんて話をしていたら見えてきたんじゃないですかね。本当明るくて開放感もありますよね。そう、こちらが駅南キッチンなんです。わずかこのエスカレーターを下って40秒でこの駅南キッチンに到着することができるというのは、なんとも便利で嬉しいですよね。私この後この駅南キッチンにある美味しいグルメたくさん食べていこうと思います。この後も呼んでください。はい、どんな美味しいグルメ出てくるんでしょう ね、ま、注目の、ね、スポットですよね。はい、はい、はい、こちらはより便利に快適になりましたね、はい、バスターミナルです。このバスターミナルすぐ近くにもですね、この駅南キッチンの入り口があるんですよね。このバスで帰る前にちょっと寄り道したくなるような、そんな空間が広がっています。今回8店舗がオープンしたということなので、今回ちょっと時間がある限りたっぷりご紹介していきたいと思いますよ。まず先頭で出迎えてくれるのがアメンボーさんという中華料理屋さんなんですね。もともと新潟駅心南館にあったお店なんですけれども、今回のこの駅南キッチンで新たにリニューアルして、またこちらでオープンしたということなんですよね、はい、ガラス張りの窓になっていますので、南口広場も見ることができまして、開放感がありますよ ね、うん、そうですね。そしてこちらでいただけるラーメンをお願いします。ラーメン、はい、あ、見えた、僕マリネでございます。わー、美味しそう。こちらの店長さん曰く、はい、アメンボーさんのアイドルだというアイドル、五目うま煮麺です。へ、野菜たっぷり乗ってますし、ね、はい、あんもね、しっかり、あー、とろっとしてる。ちょっと持ち上げてみますね、うん、おー、いいですね。野菜もよく絡んでそう。湯気もすごい、うん、熱々ですね。ゆっくりいただきます。味わってくださいね。ね、細めですからツルツルっていけそうですよね。あ、いい具合に入っていきました。どうですか、これは。美味しそうだな、ね、グーサイン出ました。確かに麺が細麺なので、うん、ツルツルっと入ってきますね、うんうん、あんが優しい醤油ベースで、いいですね、心も体も温めてくれます。ちょっと野菜もちょっといこうかな。なんかエビとかも入ってます。あ、ここにエビがいた。エビいました。エビも食べます。また大きいですね。これまた、これもあんがよく絡んでそう。あ、エビも食べます。震えるくらいのプリプリ。あ、よく絡んでました、このエビにも、うんうんうん、でこの麺もですね、自家製、あ、麺はですね、小麦が原産を使っているということなので、うん、このラーメン好きにはたまらないですよ ね、うん、ね、まあ、ここまで美味しいラーメンご紹介してきましたけれども、はい、この後もまだ食べます。また呼んでください。はい、いや、美味しそうですよ ね、はい、今日オープンを迎えました駅南キッチンから再び中継を伝えしていきます。先ほどラーメンをいただきましたけれども、うん、ラーメンの次に食べたくなるものといえば、うん、お寿司ですよね。ということで続いてはこちら、うん、新潟のことぶき寿司さんと金沢のまいもん寿司さんがコラボレーションしたお店にお邪魔していきます。こんにちは。こんにちは。すごい元気のいい声でお出迎えありがとうございます。まずね、このようにずらりとカウンターが並んでいますので、お一人様でもこうふらっと入りやすいような、そんな雰囲気がいいですよね。さらに奥にはですね、個室もありまして、まあ、この時間も楽しんでいる方も多くいらっしゃるんですが、私はこの扉がついている個室、いわゆる VIP 席だという席にお邪魔していきたいと思います。そのような席があるんですね。失礼します。壁が金色なんですよ、はい、本当だ。なんという高級感あふれる、ね、スペースなんですが、ちょっと緊張しますよね、うん、
そしてここでいただけるのは新潟県や金沢などから仕入れた魚のお寿司なんですよね。そろそろ流れてくるかな。流れてきました。このように目の前がレーンになっていまして、ね、回転今ね到着しましたけれども、ありがとうございます。あの実はですね、事前に自分が食べたいものを選びました。選びましたか。はい、あのすいません、贅沢な中継です。まずはノドグロからいきましょうか。高級魚とも言われるノドグロなんですけれども、今回はねこれ佐渡さんだということですよ。じゃあしっかりちょっとお醤油をつけてね。また炙りなんですね。いただきます。いいですよね。大きく一口でいきましたね。味わってください、ゆっくり。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。どうです。いいな。ありがとうございます。もうねとろけましたよ、このノドグロの旨味、うん、甘みが口いっぱいに広がりますね、うん、また油が甘い。あ、たまらない。でもこれは間違いない、ね、そしてウニ。ウニもいきますか。贅沢なものを選んですみません、ね、結構盛られてるというか、ね、ウニです。たくさん乗ってますよね。ねえ、たっぷり、でこれオープン記念ということなので、はい、今半額で提供しているということなんですよ。そんなウニいただきます。とっぱら、これをまたあれだけ盛られて、ね、600いくらっていうのだったらね、確かに。いや、口の中で溶けてるな、これは。ね、もうこれはなんかゆっくり味わいたいですよね。いや、もうこれも美味しいです、濃厚な甘みと、うん、クリーミーさ、うん、私を幸せにしてくれました。いや、ウニって最高だよ。そしてもう一つ、これでもかというぐらい、ね、カニが乗ってますけれども、これ気になりました。あのマイモツさんの看板メニューだということなんですよね。カニの頑固盛りというそうです、すごいな。これあの上から徐々に食べていくのがいいということなので、カニ味噌もってるでしょ。カニをじゃあいただこうか。そう、カニ味噌もたっぷり、ね、すごい金目も乗ってますよ。カニ味噌たっぷりつけて、一切れも大きいですよね。うわ、すごい、カニ味噌、カニ味噌たっぷりの、ね、どうですかね、なんかお酒も欲しくなるんじゃないですか。ほろほろっとカニがほぐれていきました、うんうん、またこのカニ味噌の旨味もしっかり感じられます ね、もう一つでボリューム感ありますから、食べ応え、そして満足感もありますよね、もう口の中がカニの幸せで溢れております。美味しい。さらに、さらにこちらのお寿司屋さんではなんと魚だけではなく、うん、お肉も味わえるということなんですけれども、はいはい、流れてきました。来ました。準備万端で、あ、本当だ。え、ちょっと待って、ん、何ですか。想像を超える大きさでした。え、これ、これどういうことですか。シャリというかの上に乗ってんだ。これ佐渡牛です。佐渡牛、希少な佐渡牛なんですけれども、はい、これ待って、一口でいけますかね。ちょっと難しいかもしれないですね。お塩がちょっとあるから、このお塩をつけるのかな、はい、お塩をこうつけて、お塩でちょっとこれ、でもすごい大きいから取りますよね。ゆっくりこれは味わってください。ちょっと一口はなかなか厳しいんじゃないか、ね、すごい。あ、そうだね、一口はさすがに、そういう感じだよね。もう本当に大きい一枚ですよね。でもすっごい柔らかさなのが分かりますよ。お塩つけて食べるから絶対それ、ね、良さが伝わりそうですよね。いや本当に柔らかい、こちらにもう油がうわっと溢れて出てきました、ね、またこのね、そうなんです、塩をつけることなのでお肉の旨味をすっごくよく感じられました、はい、とっても美味しかったです。旨味が滴ってたもんね。すいません、私ばっかり美味しいもの食べて、羨ましいです。でもまだ食べます。また呼んでください、ま、ありがとうございます。